答えのないことばかりが増えて、今日も正解を探して僕はうまく生きれなかった。途方もない未来だけがあるから、今日過ぎるだけの日々に気がつかない。誰かの声を頼りに生きるのに慣れてしまったら、必要のないことばかりを追いかけて、頼